みなさんこんにちは。こんにちは。カンナです。アキラです。今日はメガフレーズシーズン2の第23話を見ます。はい、22話はカンちゃんいなかったね。朝日だけでいたらなんかめっちゃ視聴回数上がってたちょっとみんなカンのこといらないって思ってるかもしれないけどさせてよカンちゃんも帰ってきてから見たよね、22話。見ましたね。今のところ計画通りです。うケイシーさんですね。怪しい女の子が出てきました。ケイシーちゃんですね。あんな子が現れたらどうする、あなたたち。え、相談する、みんなに。なんか友達の悪口とか言ってなかったみたいな。でもなんかミア以外はみんなね信じてるもんね、ケイシーのこと。うん、あとカーターの過去まだ私が見るところにカーターありがまだ聞けてないからね。今回は楽しみですね。探るには、なりきってみると良いでしょう。なるほど。お宝あるところにカーターあり。お前の金は私のもの、私の金は私のもの。レゴフレンズシーズン2。朝の光吸い込んで、今日をピカピカにしよう。手をつないで、力合わせてクリエーション。みんなでやってミッション。あの子の正体、それは、あ、これケイシーちゃん。多分私の娘だ。ロボットと同じで、たまに壊れて間違えた行動をすることがあります。貝殻、なんか進化してる。ほらご覧ケイシー、この美しく広い海を、まるで私の心のようだ。ゴミだらけで汚れてますけど気のせいだ。俺なんか親子みたいじゃん。魚たち、かわいそう。海の生き物たちのことなどこの際どうでもいいんだ。もうすぐここに世界一ゴージャスなカーター海中ホテルが建つのだから、ホテルの一室を君にもあげよう。仕事をしてくれたらね。仕事？フレンズたちが私の邪魔をしようとしてる。それを止めるんだ。フレンズたちってそんな悪い子？私には全然そんな風には見えなかったけどな。あー、君は騙されてるんだよ。フレンズはとっても悪い奴らだ。うわ、私がこの町で良いことをしようとするたびに騙して邪魔をする。奴らにはほどほど困り果てているんだ。騙すなんてひどい。もう、本当に最悪だ。今頃君のことをバカにして、おほほほほ、こんな感じで笑ってる。あー、かわいい。肩を探るにはなりきってみると良いでしょう。なるほど。お宝あるところにカーターあり。お前の金は私のもの、私の金は私のもの。でも海で何してるのかしら。ほんと、お金って海に入ってたりする？ケイシー、あのね、今みんなでカーターさんのこと。いや、ケイシー、ドア閉めてもらっていい？カメが逃げ出さないように。あ、ごめん、わかった。ねえ、ケイシーのことを信用して平気？いや、ケイシーは友達なんだから信用するのは当たり前でしょ。でも、閉めたよ。わかったよ。ケイシー、実は私たちカーターのことを探ってるんだ。カーターって誰だっけ？悪い人、全部話すね。全部話すねって。アルバニー、ロボについてアドバイスをいただきたいのですが。なんか仕方ないわね、特別に教えてあげる、うん、あなたはゾボをどんな優れたロボットにしたい？はい、そこがあなたのとってもダメなとこよ、オリビア。テクノロジーの発展のためには目標や目的をしっかりと持たないとダメ。昔々の大昔、人間が石を武器や道具として使い始めた時からそういうもの。オリビア、ちゃんと話を聞いてる？目標を持つことは大切です。その通りよ。まあいいわ。それじゃあ私が開発中の最新の顔認証システムを見せてあげるわ。わあ、とっても嬉しいです。
アルバディの研究は勉強になりますから。当然よ。じゃあ説明しましょう。皆さんはここまで。難しい言葉だらけなので。ここまで。顔認証ってもう開発されてるね、 iPhone。 あの書類どこ行ったかな。ステファニー、バスケやろ。うん、でもちょっと探し物があって。だったら私も一緒に探すっていうのはどうかな。ステファニー、相談したいことがあるんだ。あら、スティーブさん、いつもの相談ならぜひケイシーに話してみて。うん、なるほど、いいアイディアかも。ケイシー、相談したいのはズバリもじゃもじゃつけひげ計画について。なんそれ。スタイルみたいにひげだって、その日の気分でいろいろと付け替えることができたら素敵だと思わないか。だけ人だけじゃない、アルパカだっておしゃれを楽しめる。どうだこの計画、なかなかいいと思わないかい。こんなこと感じする。あ、あれだあれだ。これ見本。見本見つけたわ。あ、みんな写真撮ってる。いいね。よきよきやけに落ち着いてますね。落ち着いてる。邪魔者フレンズたちがおとなしくなりそうだ。やっとね。黄金のカップと黄金のティーポット。ねえ、3人で何やってるの。楽しそうね。振り付け考えてるとこ。いい感じっしょ。あ、ちょっと隣にあるじゃん。ダンスもできなきゃってアンドレアが。ケイシーもどう、手伝ってくれるよね。アルパカダンスみたい。あー、それいい、決まってたよ。まあね、でもマジあともう一息っしょ。うん、私もそう思う。誰か意見ない。うん、じゃあこんな感じはどう。うん、じゃあこの続きは。もう一息って言ったのにめっちゃ変わってる。ケイシー、マジ最高っしょ。マジ超最高っしょ。わーチーコとダッシュ、ダッシュビッグニュースよ。カーターが何を企んでるか、そのヒントを突き止めたわ。何か大きなものを立てようとしてるの。ズバリこれです。すげえ。カーター、海中ホテル。そんなの海の自然をめちゃめちゃにしちゃうよ。海の動物たちみんなとっても危険。厳しいのかも。とんでもない計画っしょ。それって本当なの。うん。カーターが自分勝手にひどいことをするのはいつものこと。カーターの計画を止めないと。どっち信じればいいんだって思っちゃうよね。お任せください。落ち着いてやってミッション。こいつ。アルバギン、こんにちは。この前見せてもらった開発中の顔認証システムのことですが、私もぜひお手伝いさせてください。研究熱心ね。ダウンロードしてあげる。貸しちゃいけないの。だってさ、写真見られちゃう。データ全部入ってんじゃん。ミッションタイムです。カーター文字ひどくね。オリビアがね、カーターさんを探るためにもう一度やってきました。ゾボを連れて、こうアルバギーの気を引いてる間にゾボに何かをさせようとします。そしてその後あるものを発見します。それは何でしょう。ファイルでしょ。あのファイルを取ろうとしたってわけでしょ。ファイルを取ろうとイケイケって言ってたから、そのファイルの中に何かあったんじゃない。何があった。カーターのことを知る。お金を借りた。お金のその通帳、銀行のそれ。銀行の通帳があった。通帳っていうか、なんかあのお金を貸しましたっていう証拠の紙。銀行がカーターにお金を貸しましたっていう紙。カーターさんがお金を借りた証拠があった。過去の写真があった。こうやって写ってる写真が。ファイルではありません。ファイルではないところで見つけました。画面、いろいろ画面があったじゃん。あ、パソコン。そう、ゾボ。パソコンをゾボがいじった。まあ、オリビアの相棒だからさ、頭いいんじゃない。
ゾボが何を見つけたのか続きを見てみましょう。はいよ、見るぞ。出しちゃダメ、見られちゃうよ。まあセーフですよ。つえ、ファイルいただくぞ。つえ、もしかしてでは、張り切ってお手伝いしますね。期待してるわよ、期待してるわ。ゾボボ、うん、免許証？うん、違うな。忘れ物だ。オリビア、ゾボボ、オリビアちゃん。待っててください、ゾボ。静かにして。ゾボボ。すみません。たまに甘えん坊さんになるんです。かわいい。何ですか？見るゾボ。あー！どうぞ。落ちてました。そんなところ隠してたの？オリビア、すみません、あのゾボがお腹痛いので帰ります。いたたた、ゾボ、食わないゾボ。かわいい。勝手にすればいい。ケイシーが見張っているしな。え？見張り？これって誰？計算によると昔のカーターの可能性があります。うわ、これまでカーターの名前を検索してもデータは見つからなかったよね。目立ちたがり屋の派手好きなのにマジおかしいっしょ。カーターグリオは？グリオ。調べようがないわ。アルバギンの顔認証システムを試します。ああ。それじゃあカーターはカーターじゃないってこと？そのようです。つまり金持ちになりすましてるだけ？カーターはずっと自分を偽ってきたんだわ。嘘をついてみんなを騙してきたのね。ごめん。私もよ、カーターの手下なの。なんか隠してると思ってごめんなさい。カーターがあなたたちのこと悪い奴らだって、でも違うって感じてた。みんな優しくて勇気があって。ありがとう。正直に打ち明けるのって勇気いるよね。白状したぞ、ケイシーが。ケイシーは悪くない。ありがとう。カーターにどんなお仕置きをする？みんなを騙して間違えた行動ばかりをする人のことはプログラミングし直さないといけないでしょう。プログラミング。カーターグリオ、カーターグリオ。てかあんなところ隠してんのね。何人も同じ人物が出てきたね、顔認証で。痛い痛い痛い。お腹の時のまさかのね、あのいつも持ってるライオンの杖みたいなあれがパカって開いて、そこに大事なカードが、あれかな、杖の中とかわかるかい。なんか緩いね、自分の大切なものなのに緩いところに開いてる。普通に開いたし。鍵とかついてない。暗号とかさ、入れとけばいいのにさ。ね、あんなに一緒にいるアルバギーもあれパカって開くこと知らないんだよね。農業をしてる人、絵を描いてる人とかいろいろ出てきてる。だから詐欺師だよ。じゃあ結局は刑務所入るの？そうかもね。続きが楽しみだな。今日はレゴフレンズ23話見ました。続きの24話も一緒に見ようね。バイバイ、また見てね。また見てね。